こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日は10月の末日になりますけども、ちょっと時期は早いんですけど、鉢上げ、ブルーベリーの鉢上げで定食をしたいと思います。時期的にだいたい3月ぐらいにするんですけど、まあ、ちょっとテストケースでどうなるかちょっとトライしてみたいなということで、今日はちょっと今からやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず用土ですけども、使う用土はまずこのピートモス、はい、それがこちらにあるカルマ土、それからここにあります黒い土ですね。この地元にある畑の土ではございません、はい、山の工事現場で出た深いところの、要するに、いろんな雑草の種とか入ってない深いところにありますので、それを使います。普通はあの畑の土を使うように思うんですけど、まあ、畑の土を使ったら、鉢がもう雑草だらけになります。だからそれは使いません、はい、もしくはあのホームセンターからそういう用土を買ってきていただいて、一般の方はされたらいいんじゃないかと思います。でブルーベリーの土というふうに売ってますので、ぜひそれでやってみてください。それが簡単だと思います。で今から用土を作ります。大体割合はですね、はい、まあピートモス3、それから鹿沼土3、はい、から黒土と、ピートモスを今帰ります。ピートモスとは何ぞやということで皆さんよく質問を受けるんですけども、このピートモスというのは当然国産じゃありません。これは多分カナダとか寒いところの何百万年も苔が堆積して、はい、まあ長年その森の中で苔が できてで死んで堆積していって、それがものすごい高さに圧縮されて、でそれは結局まあなぜ苔が生えるかというと、栄養分のない土地、弱酸性というのは要するに養分がないので、まあ、酸性になると、でそういうところでブルーベリーがそういうところで、自然発生的にできたんだろうと。だからやっぱり、まあブルーベリーは酸性土壌がいいよというのはやっぱそこから来てるのかなと思ってます。でこれを輸入してきたやつを、まあ、私たちが買って使ってるということですね。まあ、最近はなんかあのブルーベリーもいろんなハイブリッドとかですね、いろんな品種が出て、まあ、ピートモスを必要としない、まあ、中性でも何でもいい、アルカリ性でも育つ、そういう品種もあります。このピートモスをなぜ使うかというとですね、ブルーベリーは弱酸性 pH 4.5 から、まあ、5に近いぐらいですねを好みます。そのために、皆さんも、植えられるときはピートモスをぜひ入れてください。でホームセンターに売ってます。でピートモスもこれ成分無調整というやつを買ってください。はい、成分調整してるやつはもう pH が抜いてあります。だから多分アルカリ、弱アルカリになってると思いますので、酸性のやつを買ってもらった方がいいと思います。だから成分が調整してないやつですねをしてもらうといいと思います。でとりあえずここで混ぜます。で次鹿沼土を入れます。そうですね、水分透過、水をあげた時に早く外に出るように水分をために入れます。目詰まりするとブルーベリー枯れます。水はブルーベリーちゃんは水が大好きなんですけど、水がそこに滞留すると
よくありません。で非常にまあそこへんが難しいところなんですけど、でそのためにこういう水の透過を良くするために鹿沼土とかを入れます。まあ別に砕流じゃなくてもいいんですけどね、たまたま砕流があったので今日は砕流を使います。じゃあ今から土入れていきます。今ポットからブルーベリーを苗木を抜きました。この表面もう根が完全に回ってます。下も上もですね。でこのまま植えると根を張り切りません、やっぱり。で今の時期はまだもう大体根の動きが止まる時期ですのでいいと思いますけど、ちょっと植えるには早いんですけど、でここを切ってあげます。こうやってどうせ 中の方もですね、根がいっぱい入ってますので、こう外側は根が張りやすいように根をまた新たに伸ばせるようにですね、こうやって根を切ってあげます。表面もですね、こうやってこさえてください。雑草の種荒れが落ちてますので、そしてちょっと揉みほぐしてあげます。なのかな。で植えます。ちょっと入れようかな。こういう感じになります。これはオニールです。サザンハイブシのオニールになります。じゃあ次植えていきます。次はこの苗ですけども、これは一昨年挿し木をしたやつです。そうですね、去年3月か立ち上げて、で今年でもう、これ3年生苗ってことですね。はい、で今からこれ植えていきます。これ品種はですね、ラビットアイ系の、まあうちにはなかったノビリスという品種で、実が大きくてどっちかというとまっすぐこう育つ品種で、外にあまり広がらない、
タイプの樹形をしています。すごく味も良くて、まあ、うちの品種とぶつぶつ交換で手に入れた品種です。で、今からこれを植えていきます。よし、いいかな、この表面に雑草がいっぱいついてますので、これ削っております。なるべく鉢の中で、草が生えないようにしたいと思います。これはそこまで根が張ってませんので、こう叩いて周りの土を落としてあげるというぐらいでいいと思います。ちょっとほぐす感じなんですか？そうですね、ほぐして根が張りやすいようにしてあげるという、まあ、作業ですよね。で、ブルーベリーこういうふうにひげ根です。はい、で、まあ、中にこういう大きいのが少しあるぐらいのことですね。で、今から水やりをしたいと思います。じゃあ水を入れていきます。水をたっぷり入れます。この水がたっぷり入れるというのは、混ぜた用土があまり水分含んでませんので、水の力で締めていきます。水締めていきます。というのは、こう下のブルーベリーの鉢をほぐしたでしょ。で、下の方とか空洞がありますので、そこにこう土を用土を入れていくためにはたっぷり水を入れないと。駆けつけ3倍中ぐらいから、どうしてもキャパが狭いと木が大きくなりませんもんね。やっぱりそのキャパ分だけしか大きくなってくれませんので、これで水が出てくれば、あ、出てきましたね。はい、下まで水が行きました。で、次こちらの方、鬼の方に水行きます。
で水をやったおかげでこれだけ下がりましたので、ちょっと追加で、以上ですね。冬剪定を待ってらっしゃる方がいるんですか。ああ、よったですね。そう、時期的にはもうそうですね、まあ、もうちょっと葉が落ちてからかなと。葉が落ちてからまだもうちょっと葉が残ってますもんね。はい、まだ霜が1回も降りませんので、あ、はいはい、やっぱり1回ぐらい霜が降った方が、要するに、まあ、葉が落ちるということはまだ葉がついてるということは、この人たち、このブルーベリーさんたちは活動してます、成長してます。でその時に枝をあんまり切ると痛いでしょうから。痛いです、はい、でやっぱ葉が、霜が落ちて葉っぱを落として、それで休眠期という眠りに入ります。来年の、まあ、2月3月初めぐらいはですね、その間に切ってあげたり移動してあげたり、例えばさっき言ったこういう鉢上げであったり、環境を変えることをしてあげると、本人が気づかない寝てる間にやっとることですから、本人もここはどこ、私は誰という感じで、非常に環境に馴染みじゃないかなと思っております。1回の予告をします。これはですね、ブルーベリーの挿し木で、品種はオニールという品種です。これ今年の3月に挿し木して、もうこれだけ大きくなってます。でこれも本来なら、来年の、まあ、2月3月頃に鉢上げするんですけども、なぜか温暖化という暖かい季節が続くものですから、まだこんなに青々して、いますので、近日中にこれを試験的に鉢上げしてみようかという計画を持っています。どうなるか、枯れるのか、どうなるか、ちょっと面白いので、まあ早く鉢上げした方が来年のスタートを早く切れますので、まあ、そういう意味も込めて、ちょっと近々に近いうちにこれを鉢上げしたいと思います。その、まあ、世の中にはこうしなさい、ああしなさいという決まり事はたくさん、このブルーベリーの世界もあるんですけども、いろんな YouTube を見てみると、皆さんそれぞれ勝手に自分の好きなようにやってらっしゃるみたいなので、私もそれに挑戦しようかなということで、大体毎年3月ぐらいに鉢上げするんですけども、今年はちょっと、フライング気味ですけども、もう完璧にですね、これ根が出てます。ああ出てますね。はい、もうここが出てるということは、いつでも鉢上げしてちょうだいねと、早くしてってと、本人たちも窮屈で困っております。なんか早く楽にしてあげたいなということで、まあ近いうちにこれを鉢上げしたいので、また動画をどうぞご覧ください。はい、以上です。はい、ありがとうございました。